大阪杯を見事にポタージュで制しました吉田ハエトジョッキーですおめでとうございますありがとうございます、えー、お見事見事な快勝だと思いますけれどもまずは今のお気持ちお願いしますはいあの強いま相手だったんですけど一発狙ってやるぞと思ってたんであの嬉しいですはいまあ今日はその年度代表馬をはじめ強いライバル相手という中でどういったレースビジョンプランを描きながらの騎乗だったんでしょうかはいあの前からこのまあ賢くて あの競馬センスがある馬なんで前走馬のリズムで行こうと思ったらあまり進んでいかなかったので今日はいい枠引いてますしある程度のポジションを取りたいなと思って本当馬が上手なんでうまく競馬できましたね先端の一番後ろからレースを進めていってえまあ逃げたペースが 1000m58 秒8という流れでしたけれどもこの辺りはどう計算しながら道中進めていったんでしょうはいまあちょっと 前にいる馬は強い馬なんでちょっとペース早いかもしれないですけど勝つならちょっとついていかなきゃいけないなと思ったんであの3コーナー回ってからあの耐えられる馬と耐えられない馬って下がってきたんでまあとは競馬しやすすかったですけどねそしてゴールサインを出してからは鋭く伸びていって最後は壮絶な叩き合いとなりましたがゴール前,前はいかかがででしたかそうですね最後もレイパーパレーを見てたんですけど あの馬もいっぱいいっぱいになってたんで、もう僕の方も。あのがむしゃらで追ってたんで、ちょっとあの綺麗には追えなかったですけど、でもよく勝ってくれたと思います。さあ、これで強い馬を破ってもタイトルです。今後への期待をお願いします。そうですね、あの立ち回り上手な馬なんですけど、もう一段階あのギアが上がるようになれば、あのもっともっと上に行ける馬だと思いますし。これからも楽しみだと思います。 おめでとうございましたありがとうございました